ミオチャンネル。はい、友永ミオです。今日は私服を紹介したいと思います。綺麗めなコーディネートからスポーティーなコーディネートまで6パターン紹介します。それではミオチャンネルどうぞ。春のモノトーンコーデ。春はドットがおすすめ。その中でもパンツを選びました。ハイウエストだから足長効果が抜群です。生地はサラッとしていてシワになりにくいですよ。ブラウスは前だけビスチェっぽくなっていてワンポイント。ピンク×ブラックコーデ。さっきのドットのパンツを着回ししてみました。ブラウスはピンクにしてガーリーなイメージに。今度はサスペンダーをつけてみました。サスペンダー一つで印象が変わりますよ。取り外しができます。グレンチェックショートパンツコーデ。ブラウスを着回ししました。リボンは取り外しができます。袖や襟のフリルがとっても可愛いです。ショートパンツに合わせるとより一層ガーリーになります。アイラブピンクコーデ。とにかく色がとっても綺麗。こう見えてワンピースです。上はニットでトレンチ風スカートになっています。スポーティーコーデ。横のラインとウエスト部分の編み上げがとっても可愛いです。ショート丈のトレーナーはシンプルだけどキラキラになっていてテンションが上がりますね。サテンワンピース。星柄です。前が短くて後ろが長くなっています。ウエスト部分がキュッとなっていてスタイルアップ。この夏大活躍しそうなワンピースです。私服を6パターン見ていただきましたが、皆さんはどれが好きでしたか？これからもたくさん載せていこうと思うので、ぜひ参考になったら嬉しいです。最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターなどもやっているので、ぜひ概要欄から飛んで見てみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。